はいです。今回もフルマニュアル監督キャリアやっていきましょう。で、前回、ウェズレイが、2ヶ月離脱したところで終わってて、緊急補強プランとして、フォワードを、スタメンクラスのフォワード1人獲得しようってところで終わってたと思うんですけど、フォワードに関するコメントも何件かいただいてますし、自分でも 何人かリストアップしたので、早速見ていきましょう。まず1件目がこちら。ファルカオかウェルベックかネグレドかボニーということで、まあ、ファルカオに関してまず見ていくと、まあ、ご覧の通りまだ加入したてで獲得できないっぽいなんですよね。なのでファルカオは断念で、ネグレドとボニーに関してなんですけど、こちらもご覧の通りなぜか自分のFIFAの中にはネグレドとボニーが収録されておらず、検索結果にヒットしなかったので、まあ、この二人も断念ということで、悲しい。最後にウェルベックなんですけど、ウェルベックもね、ファルカオ同様まだワトフォードに加入したてでキャリモの使用上獲得できないっぽいので、まあ、今回この4選手特にね、ネグレードとボニーなんかはシティ、元シティ出身ですし、正直獲得したいなと思ったんですけど、まあ、今回は断念します。続いてのコメントがこちら。オースティン待ってるということで、オースティンもね、昔プレミアでプチブレイクして話題のフォワードになりましたけど、ただオースティンもね、このようにまだウェストブロミッチにね、加入したてでキャリモの使用上獲得できないっぽいんですよね。まあ、この選手もね、結構印象残ってる選手で好きな選手だったので、まあ残念ですけど今回は見送りにします。コメントありがとうございました。で、個人的に気になってる選手がこちら、アントニオ選手で、プレミアの経験もありますし、フォワード、ウイング、なんならセンター、ミッドフィルダーとかも全然できそうな能力してると思うので、まあ彼ユーティリティですし、プレミアの経験もあるし、フィジカルも強いし、スピードもあるということで、個人的に候補に入れてます。とりあえずスカウトを送って様子見しましょう。次がこちら、ミトロビッチ選手ですね。彼は2シーズン前、フラムのプレミアリーグ昇格に大きく貢献した選手ですが、そのシーズン惜しくも2部のチャンピオンシップへ降格してしまいます。ですが、降格したにもかかわらず契約更新をして、移籍金が少し高くなっているかもしれないので、彼もスカウトを送って様子を見ていきましょう。最後はこちら、アルスーマ選手ですね。まあ、彼はね、知ってる方も多いかと思いますが、日本代表対シリア戦でよく出てくる選手ですよね。まあアラビアのズラタンと言われてるほどアジア地域では有名な選手なので、で、年も30歳ともうビッグリーグでプレーするには最後のチャンスだと思うので、まあ積極的に彼はアプローチしていきましょう。とりあえずスカウト送っときます。じゃあパパッと日程進めてプレーシーズンを終わらせていきましょうか。とりあえず進めていきましょう。なんかメール届きましたね。なんだろう、素晴らしい、ほう、ブランド露出の目標を達成できた感じですかね。なるほど。ユニフォームの売り上げ1200万以上獲得。なるほど。あ、ちょうどしかもチームの要となるフォワードの選手一人と契約するってありますね。なんで、どっちにしろかこれ両方ともクリアできることになりそうですね。じゃあ早速に一戦やっていきましょうか。で、今回は2日後にもう1試合控えているので、比較的セカンドメンバーで臨んでいます。グリーリッシュは中心なんで残しておくとして、それ以外はほぼほぼ全員控えメンバーでの試合ですね。で、残りのプレシーズンマッチの試合は得点シーンや失点シーン、あとはめちゃくちゃビッグチャンスなシーン以外は切り取ってお送りするので、まあ簡単なハイライトでお送りさせていただきます。それではハイライトへゴー。さあ、ニース対アストンビラ、プレシーズンマッチ2試合目。ニースのフォーメーションは 4-3-3。 当たるとサルの両サイドバックが攻撃的なので注意していきたいところですね。そしてSTAにはドルベリー、この選手にも注意したい。試合は前半20分、決定機が埋まります。相手はデイビスに当てて、さらにスペースがあるグリーリッシュにスルーパス。グリーリッシュが中に切り返して、空いたデイビスへクロス。なぜかデイビスはクリアをしてしまう。まだまだ若さがありますね。そして前半25分。
この位置で奪ってカウンター。エルマハマディから抜け出したエルガジ、これ横パスをするもグリーリッシュが左足で枠外にそれてしまう。打ってもよかったかもしれませんね。次は得点シーン、ドルベリから右サイド縦を突破されて切り返す。そして見事なワンツーを決められそのまま流し込まれる。前節から右サイド側がやられることが多いので、ちょっと右サイドの守備の改善は必要な気がしてます。これで先制される。前半37分、高い位置からのパスカットでグリーリッシュが1対1。これは自分で仕掛けるもシュートは惜しくも枠外。これはグリーリッシュが悪いんじゃなくて私の操作が悪いと信じたいところ。そしてそのまま前半終了。そして後半開始。後半64分、左サイドで作ってタイラーが駆け上がりクロス、そしてデイビーズがヘディング、これは惜しくも枠外。ヘディングは意外と強いなデイビス君、今後も期待したい。後半70分、攻めるしかないアストンビラはまたしても左サイドのテイラーからクロス、これはタイミングフィニッシュ、緑出るも惜しくもまた枠外。シュートが枠に飛ばない、ちょっと下手すぎる。ここでやっと同点へ追いつきます。後半73分、ボールを奪ってすぐさまカウンター。これは走っている中んばへパス、このパスが通り空いたデイビス君へ、そしてデイビスの強パスシュート、これがごちゃごちゃっとなってマッキンが押し込む。マッキンも思わずごめんなさいアピール。このデイビスのねシュート、これ実はシュートじゃなくて強パスなんですよね。強パスとかでシュートが打てるのもマニュアルの醍醐味で、このこれよく見たら入ってないけど、ちゃんとリプレイ見たら入ってました。これで1対1、試合終盤86分、いい形を作って抜け出しているエレガジェパス、これは決定機も惜しくもゴールキーパー、さらにポスト、ほんまにシュートが枠内に入らん。そしてそのまま決定機を作ることなく試合終了。シュート10本で枠内シュートが2本、これはひどいですね。そしてレーティングはこんな感じ。デイビス君が意外と頑張ってくれている。そして同グループの試合ではアウクスブルク対ヘルタはアウクスブルクの勝利ということで、次の試合はヘルタなので、アウクスブルクが勝ってうちも勝てば2位に入れるって感じですね。いやー、アウクスブルクニースに勝ってほしいです。そしてコジアの売却が決まりました。これで本格的にフォワードを補強しないといけません。さあ、それでは早速ヘルタ戦いきましょうか。フォーメーションはこんな感じ。次の試合で勝たないと敗退が決まるので、ベストメンバーで臨んでいきたいと思います。それではハイライトへゴー。さあ、アストンベラ対ヘルタ BSC、 勝たないとビラは敗退決定です。そしてヘルタは 4-1-4-1、 サブ面の方がボルフとかいたり豪華なので多分メンバー落としてる感じですかね、ヘルタも。てな感じでキックオフ。さあ、前半からガンガン攻めていきたいところ、であったが、すでに前半40分、相手のコーナーキックから
パスをつなぎます。そしてグリーリッシュが縦へ突破。そのままクロス、これは弾かれるも拾える。拾ってマッキンが自力で突破、そしてシュート、枠に行かない。さあもう後半65分、これ奪ってまたグリーリッシュが縦へ突破、すると見せかけて横へ出します。そして裏へ抜けたデイビスへスルーパス。さあ1対1かわして枠に行くも次はキーパー正面、そしてずっこける。デイビスかわいいな。そしてそのまま前半終了。高い上ではアウクスブルクが 1-0 でニースに勝っていると。いやこれは絶対に勝って移籍金のためにもゼガヒでも勝っていきたいところですね。ということで後半開始。後半50分、このルーズボールを拾われ、いいリターンで縦パスを当てられる。ここにできたスペースをうまく使われていって、最終的にはこぼれたところかっさられて失点。いやまた右サイドからね行かれちゃったわけなんですけど、まあ、どうしてもギルベール、マッキンと攻撃的に設定してるので、そこの穴突かれるのはねちょっとどうにかして修正していきたい本当に。直後52分、高い位置で奪ってサイドへ出します。そしてクロスはいいボールの、ここはクリア。そしてそのコーナーキック、キッカーはグリーリッシュ、最高のボールで同点へ追いつきます。いやーボールも最高でしたし、エンゲルスもいいポジショニングでね、タイミングフィニッシュ緑のいいヘディング叩きつけましたね。うわ高っ。これには思わずグリーリッシュも抱きついちゃう。さあすぐ同点に追いつけました。1対1。そしてまたコーナー、次はミングスが合わせるも相手のナイスディフェンス、これは惜しかった。そしてそのまま追加点は奪えず試合終了。スタッツはこんな感じ。シュートのね枠内数も増えて、だんだん内容も良くはなってはきているんですけど、まだまだ得点が増えていかないって感じですね。でグリーリッシュのゼロトップもね試してはみたんですけど、グリーリッシュのゼロトップはあんまり正直機能してなかったですね。ただパス成功数とかも増えてきてるので、これからどんどん良くしていきたいところ。そしてそのままアウクスブルクが勝ち、グループ A は1位にアウクスブルクとニース、アストンビラは敗退決定、残念。そしてランスベリーにサウサンプトンから1年レンタルオファーが来てますね。これはミッドフィルダーのバックアップはいないし、獲得できるまだ見込みもないので拒否。そしてトーナメント賞金ということで、負けてしまったんで少ないですが130万ユーロいただきました、ありがとうございます。そしてアウディカップの愚痴メールをいただきました、ありがとうございますって言いたいとこですが、これはマジでいらん。どんどん日程進めていきましょう。次はエルモハマディに PSV からオファー、これも拒否。さらにブラックバーンからコンサにオファー、これも拒否。さらにテイラーへ PSV からオファー、これも拒否。さらにエルモハマディにオファー、これまた拒否。そしてそろそろスカウトレポートが届いてる頃だと思うんで、ちょっと見ていきましょうか。まずアルソーマが1000万くらいで購入できますよと。でアントニオが1100万。うわこれ迷うけどな、金額的にアルソーマ行ってみましょうか。
はい、よろしくお願いします。いや、これね、1000万って言われたんですけど、まあ、まずは700万で、どう？低い、990万。いやー、もっと安くできるっしょ。ボーナスあり、800万、どう？860万。いや、ボーナスつけてあげてんのに。ボーナスつけてるから、せめて830に値切りたい。どう？ OK。センキューマン？さあ、契約の交渉やっていきましょうか。ようこそ歓迎します。チームの要が条件と。OK。これで目標もクリアできますしね。契約期間いきましょう。まあ4年でどうすか。OK。違約金はなしでいこう。よし、本題の給与の話。とりあえず1万500ユーロもらってるから、400ユーロ、じゃあ4万ユーロでどうすか。週休低すぎます、マジか。3万3000のボーナス込み込みでどうかと。いや、ボーナス好きだな。ボーナスなし5万、どうすか。 OK、 きた。これで予約待望のフォワード緊急補強、完了です。これで素晴らしいと。優先順位が高かったブランド露出の目標をクリアすると。そして、来たー、アルソーマー。ウェズレイ帰ってくるまではゴリゴリ頑張ってもらいましょう。で、ランスベリーにまた、レンタルオファー。いや、絶対に出さないっちゅうの。そしてトレゼゲをレンタル。いや、バカでしょ、出すわけない。で、だいたい移籍候補に入れてる選手のまあレポートとか届いたんですけど、まあみんなちょっと今の予算内で買える選手ほぼほぼいないなっていう。多分これモッドで調整されてるんですけど、若い選手になればなるほど、あの能力値が低くても将来性がある選手は全員値段とか高めに設定されるっぽいんですよね。これ困ったな。頭とか3000万するしな。今多分残ってるの700万ユーロぐらいしかないんで、いや、もう圧倒的に足りないな。で、意外とこういう風にジャスティン君とかもそうなんですけど、移籍したての選手ばっかり候補入れちゃってて、全然獲得できそうな選手いないっていう。まあこの辺は移籍期間終了までにいろいろ考えながらやっていきましょう。そして移籍金捻出のために移籍リスト入れときましょうか、ホタは。あ、感謝されるんだ。選択肢を検討した結果です。あ、士気上がんのね、そして。で、フーリハンへの移籍オファー。まあ、年齢もちょっと高くなってきてるので、これはどうしようかな。ふっかけてみて、売れそうなら、売ってもいいかなって感じなんで、ちょっとやりとりしてみましょうか。よろしくお願いします。660万ユーロ。いや、どうしよう。まあ、倍ぐらいの1200万なら売ってもいいよ。さあ、どう出る？あ、ブチ切れられた。すいませんでした。そして若手のビーチ君にもレンタルオファー来てたんで、直接やり取りしていきましょうか。まあ、レンタルについては承諾しますよと。使わないんでね、あんまり多分。で、46で6がこっち。あー、ちょっと舐めたこと言ってますね。いや、こんなもん46で、そっちが6だろ。はい、よし。最初からそう言ってきなさいよ。向こうでも頑張れよっと。
ビーチ君。ということでお待たせしました。もうメディアがね集まってるんで記者会見行きます。うわーリアルやな、めちゃくちゃ。はい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 。まあそうですね、過ちから学ぶ。うわめっちゃ引き下がったこれむずちゃんと答えなな。残留争い勝ち抜けますか。いやそんな愚問ですよ。いい選手が揃ってますと。はい、引き上がる。アルソーマ、アルスーマ。注目のお値段、注目の遺跡と。貢献してくれるでしょう。いや、本当にね、アルスーマ、めちゃくちゃ期待してます。Okay, I think that's everything. はい、質問ここまでですね。じゃあ、帰ります。ということで、プレミアリーグ第1節、トッテナムホットスパー戦行きましょうか。え、マンジュキッチ移籍？あ、ほんとだ。ほんとに移籍した。え？ガスパーも移籍してるじゃん。で、マンジュキッチもいると。これ厄介やな。で、恒例の相手の戦術見てみましょうか。まずは ST のこのやっぱりケイン注意したいところですね。いくらマンジュキッチ入ったとはいえ、ケインスタメンで来ると思うんで。で、ガスパーもちゃんといますね。で、ケイン、ケイン逆足5じゃん。で、サブがこんな感じになってると。で、マンジュキッチはサブに入ってるって感じですかね。で、ガスパーが入ったことによって、オーリエがリザーブに干されてると。モーリーニョ、オーリエのことなんか結構評価してた気がするんですけど。まあ、干しちゃったんですかね。で、アリもサブに入ってますね。4-2-3-1。まあ、ウィング両方とも強力だし、攻撃陣、強力なんで、注意していきましょう。で、今回のスタメンがこちら。もちろん、アルスーマをワントップに添えて、ベストメンバーで挑んでいきましょう。さあ、第1節、プレミアリーグ、お待たせしました。開幕です。きたー、トッテナム対アストンビラ。ボールはしっかりプレミア1920シーズンのボールに設定しておりますと。いやー、なんか緊張してきたなはい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 。いやー、さあ注目選手にも挙げられておりますアルスーマ、どんな活躍見せてくれるんでしょうか。期待ですね。あ、ズームされております。めちゃくちゃモブ。プレミアの音楽入っちゃったんで、まあ、ちょっとカットして今スタメン流れてると思うんですけど、 4-2-3-1 は変わらずで、でマンジュキッチはサブに入ってるけどガスパーはいないと。でダビンソンが RB に入ってますね。で、ここで、ビッグシックス相手なんで、戦術はリトリートにして、ロングボールで、カウンター狙ってやっていきたいと思います。ということで行きましょう。試合開始！いやー、緊張するな、マジで。しっかりまずは中固めて守って、しっかりガチガチに中を固めた上で、サイドからのカウンター狙っていきたいところですね。エンドンベル運んで、さあ来たルーカス・モーラ。え？あ、おお、危ない！いきなりヒヤヒヤする？ここから先は行かせたくないところですね。行かせたくない。ナイス。ナイボ？これ空いてる。スペースある。いや、ナイスポスト。いや、ポストプレー素晴らしいですね、やっぱりアルソマ。え、来た。来た！いやー、迫力あるな、空中戦。これ続けていこう。さあ、エンドンベレ。エリクセン。もう一回エリクセン。いや、うまい。いや、ノリノリやな、エリクセン。いや、打ってくる？危ねえ。
さあこっちのターン、ナカンバ展開して、これ上げるんじゃない？いやー惜しい。いやードグラスレイス、それは突っ込みすぎ。カードもらうんじゃないそれ。いや素晴らしい。いや中馬効いてるな本当に。プレシーズンマッチから通してずっと効いてる。と来た、ナイスポストから上げれる、来たー、ゴール、ドグラス・ロイス。いや先制はでかいマジで。いやいい位置走り込んできてくれましたね。その前このアルソマのポストも素晴らしいし、トレゼケのクロスも完璧。いやーシーズン初得点はドグラス・ロイス。いやこの調子でいきたい本当に。ナイスナイス。サインドンベレ、いや切り返しうまいな。これ以上は行かせたくないよ。やばい。いやナイス中んば、マジで効いてるわ中んば。さあ CB から丁寧に、ナイス、縦空いてる、もう一回裏行ける、来た、アルスマ、うおーポスト。いやーこっちの方が攻めてんじゃないこれ。さあ中固めていこう、これ以上行かせたくないよ。固めて、うわフィジカルエグ、やべ、ひそがいちゃった。いやー、逆足で助かる。さあ、ターゲット。ここ空いてる。グリーシの裏。いやー、マニュアルっぽいパス。仕掛けよう。ヘイヘイヘイ。これはイエローでしょう。妥当ですね。さあ、どこ蹴ろう。この辺行ってみる。こういうアルスマ。いやな息、まだある？中んば？もう一回？左利きやから左で上げたい。来た！アルスマ！いやー！惜しい！逆足だったな。いやでもほんといい攻めできてるできてる。これあるぞ、初戦勝利。スパーズ相手に。取り付け？ヘイヘイヘイ。これはファールでしょう。ピッカーグリーリッシュにして、いい感じのボール来い、来た、マッキーンゴール、来た、これ本当にあるぞ。開幕からジャイアントキリングあるぞこれ。いやナイスボール、ちょうどフリー。いいやいいヘディング、よいしょ。これはロリスも動けない。ナイスボール、ナイスヘディング。いやさすがにアグ監督拍手してます。ちょっとドヤ顔でしたね今。ジョン・マッキン初ゴール、ナイス。いやこれ前半で2点リードできるとは思えなかったんで、自分でもびっくりですね。とうとう焦ってんじゃないベルトンゲン。ナイスカット、グリリッシュ。またベルトンゲンから、ベルトンゲンちょっと焦ってんじゃない、本当に来た、チャンス、これ強パスシュート、いやー惜しい。さあ前半もロスタイム、ここ守り切って後半行こう。守り切りたいよ。ルーカス上げてこない、おー逆走めっちゃするやん、来た、しっかり中しっかり、ナイスナイス。前半のスタッツこんな感じですね。いやシュート倍以上打ってるし、ボール持たれてはいるものの、いい前半なんじゃないですかね。ということで後半キックオフ。いや予想以上、いや予想誰もしてないでしょうね。最高の出来前半は。さあこの勢いのままどんどん攻め立てたいところ。ナカンバ、グリリッシュ、これ切り返して、おっとこれ行ってみよう、え、入っちゃったよ。これ運も味方してるな。いやすごい、こぼれにこぼれたところをさらに打ったら
フェルトンゲンかなに当たってそのままゴールイン。いや、この試合フェルトンゲン相当メンタルきてるだろうな。前半めちゃくちゃ焦ってたし、後半初っ端からオンゴールするし、いや、これはアグ監督もびっくりですね。さあ3対0、このまま無失点で終わりたいところですね。中は行かせるな、中行かせるな、やべ、サイド行かれちゃった、あー滑っちゃった、やべ、危ない危ない、ナイスミングス、いや、しそこいいとこ顔出してくる。中行かせるな、行かせるな、行かせるなって言ってるだろう、危ない。いや、さすがの攻撃陣。さあチャンス、マッキンからアルスマと、これは取られるもまだある。トレゼゲからマッキン、ナカンバ、そしてもう一回マッキン、来た、クロス、アルスマー、ナイス。いや、取ってほしい人が取ってくれた。いや、 4-0 これで、これ開幕がちょっと大波乱起きちゃってんじゃないのこれ。いや、今シーズンこれダークホース何乗り上げてますね、アストンビラ。いや、アルスーマさすが、取ってよかった。戦術だけ変えておきましょうか。バランスに戻して、ペナルティーエリアの侵入低くして、フリーキックも少なくして、これでいきましょう。で、相手はエリクセンに変えてデレアリと。いや、エリクセン怖かったけどね。あ、でもデレアリも怖い選手なんで、引き続き警戒していきましょうか。と、こちらも70分過ぎたんで変えていきましょうか。イエローもらってるし、ドグラス・ルイススタミナ低くなってるから、クーリハンに変えときましょう。いや、ドグラス・ルイスのね、先制点お見事でした。君が流れを変えてくれた、ありがとう。そしてフーリハン、試合を締めてくれ。80分を過ぎたので、さらに交代、エルガジ出しましょう。トレゼゲン変えて、いや、守備頑張ってくれてましたね、サイドの。いいアシストもあったし、ありがとう。さあ、また中から攻めてくる、デレアリー、うまっ、やばい、下げて、下、お、おい、おい、おい、うん、ナカンバなんだよな、ほんと効きすぎ。さあ、ロスタイムも入ったよ、時間使っていこう。クリーンシートで終わりたい。と、これはオフサイドかなですね。そして余裕の交代、池デイビス君、最後暴れてこい、アルスマお疲れ。さあ、時間的にスパーズラストチャンスかな、クリーンシートで終わりたいよ。最後集中、集中、クリア、ナイス、ギルベル。さあ、このコーナーも集中しっかり、頼むぞみんな、クリア、あぶねー。いや、もうこれで時間、ロスタイム3分でしたし、なんか表示されてないけど、蹴って終わり。レフェリー来たー、 4-0 完勝。いや、本当にこの開幕節の 4-0 完封勝利でかすぎる。で、スタッツがこんな感じ。シュートも相手より多く打ってるし、支配率も五分五分で。いや、もう完璧と言っていい試合じゃないですかね。これは衝撃のデビューとなりましたね、アグ監督。で、レートがこんな感じ。マンオブザマッチはマッキン。いやー、いい活躍だったな。で、アルソマもグリリッシュもみんな高い。で、相手は 4-4-2 だったのかな。なんか変な形。なんじゃこの 4-4-2 の形。さあ、ちょっとドヤ顔ですね、アグ監督。いや、もう下向いてにやけ隠してるじゃん。感想、いや、もう 100% の力出してくれた、それだけですよ。いや、なんかだんだん腹立ってくるな、このドヤ顔。まあいいや、アルスーマー決めて、はい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 、感想、いや、もう探し求めていた選手ですよ。彼はまだやってくれますよ。ウェズレイの穴完全に埋めてくれてます。トレゼゲ、トレゼゲも
絶賛に値する活躍でしたね。1点目のアシストのクロス最高でした。もっと驚かし続けてほしいです。ありがとうございました。なんかトロフィーもらったということで、開幕節 4-0 で勝利していいデビュー飾れましたね。いや、ほんと嬉しい。そしてオカンテ、あ、ポグバ、うお、すげえ、この演出かっこいいな。で、アグのデビュー戦勝利にサポーター喜ぶと。いやー、ありがとうございます。選手のおかげですよ、本当に。そしてメール来てて、チェスターへの移籍オファー。チェスターはまだ使うんで、これも拒否。で、現状移籍予算がこのぐらい余ってて、多分予算配分をもっと移籍予算の方に割り振ったら1000万ぐらいはあると思うんですよね。だからその1000万ぐらいの資金の中から取れる選手は取っていこうかなっていう感じですね。もう注目の若手とかは多分正直このモッド導入してるんで、だいぶ移籍金高めに設定されてるんですよね。なんで、なかなかちょっと取るの難しいとは思うんですが、まあぜひね、あのプレミアリーグファンの皆さんには、まあヴィランにはこの選手取ってほしいだとか、リアルでこういう選手狙ってるよっていう情報などあればコメントなどお願いしたいですし、ヴィラファンの方特にもうコメント全裸待機して待ってます。なので次の動画でもし取れるならあと1人2人ぐらい獲得するならして、で第2節以降も戦っていこうかなっていう感じですね。ってところかなっていう感じで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、まだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。